いよ、貧脚庶民サイクリストども、童貞悪魔荒北仮面さんだ。今日は俺様のアシスタントチャンピピ号オルトレ XR4 に搭載されているデュラエース DI2 とスプリンタースイッチ紹介するぞ。まずはアウタートップからアウターローにシフトダウンしたらどうなるか、ちょっと見てみよう。コンピューターで制御されている DI2、 ギアをアウターローに入れようとした瞬間、アウターからインナーに入り、リアは2段シフトアップ。チェーンがたすき掛けになることによってテンションが高まり、チェーン、ギア、変速機に強烈なテンションがかかって破損しないための機能だ。続いてインナートップに入れる動作をしてみよう。インナートップに入れようとした時も同様に、フロントはインナーからアウターへ、リアは2段シフトダウン。今回の実験ではアウターローをインナートップに入れようとしているが、実際にはアウターローをインナートップに入ることはない。アウター2速、インナー10速に入った瞬間に DI2 の制御システムが起動する。シマの最高グレードコンポ、なかなかやるじゃない？いいんじゃない？お、すげえすげえ。なかなかやるじゃない？続いてチャンピピご自慢のスプリンタースイッチのご紹介だ。それはダウン。これ今アップす。アップだ。アップ。こっちが？こっちもアップ。そっちも設定でいいだけですけど、そっちあのダウンの切り替えにしちゃってるんですよ。なるほどね。ってことなんですよね。チャンピピ号のスプリンタースイッチの位置はカルロスと同じ。左側ブラケットカバーの下と、右側ブラケットカバートップについている。レースでとても役に立ちそうなスイッチだ。いいんじゃない？オルトレ XR4 を買うなら DI2 搭載モデルがおすすめだ。また会おう。さらばだ。